はじめまして、伊豆かけると申します。はじめましての方は、はじめまして、町から飛んできてくれた人は申し訳ございません。かけむから来てくれた人はお久しぶりでございます。今回実況するのはエヴァーセブンティーン、ザ・アウト・オブ・インフィニティ、プレススタートボタンで、このゲーム完全初見プレイでやっていこうと思うんですけど、レビューサイト見たらなんか神ゲーだって話題で思わず買ってしまって、その話どうでもいいか、やっていきます。青い世界のただ中に彼はいた。見渡す限り一面の海原、5月の太陽がキラキラと跳ねている。頭上には高く澄み切った青空、まだ生まれたばかりの空は今にもこぼれ落ちそうなほどにみずみずしく艶めいていた。彼の瞳に映ったものはそれだけだった。遥か彼方にまっすぐ伸びた水平線が海と空を分けていた。のどかだな。ぽつりと彼はつぶやく。一羽のカモメが緩やかな弧を描きながら風に流されていく。風は潮の匂いをはらんでサラサラと背泳いでいた。背後には人々の喧騒、子供たちの歓声、響き渡る笑い声は降り注ぐ日差しよりも陽気に聞こえる。平和だよな。まるで夢の中にでもいるようだった。5月1日月曜日、東京都駒ヶ原諸島 M 島沖16km。 洋上に浮かんだ人工島インゼルヌルはまさに現実とはかけ離れた別天地を思わせた。その様相はユートピアという言葉さえ連想させる。実際この浮島の船着き場にある石碑にはこのような文字が刻まれていた。天国はどこにある、空の上とあなたの足元に。彼は浮島の手すりから身を乗り出すと海中を覗き込んだ。金属製の巨大な構造物が青い視界の彼方にゆらゆらと揺らめいて見える。楽園か。つぶやいて彼は何気なく振り向いてみた。タヌキがいた。タヌキと目が合ってしまった。彼とタヌキはしばらくの間何も言わずに見つめ合っていた。どうも。気まずい雰囲気を取り繕うように彼は軽く会釈をする。タヌキは答えずにそっぽを向いてしまった。よく見るとタヌキの尻尾のところには子タヌキがついていた。子タヌキが大タヌキの尻尾にかじりついていたのだ。さらによくよく見ると子タヌキの尻尾にも何かがかじりついているのが分かった。少女だった。誤解を招かぬよう念を押すが、彼女は人間の姿形をしていた。大タヌキの尻尾にかじりついている小タヌキの尻尾にかじりついている少女、その光景は彼から現実感を奪うのに十分だった。まぶたをこすりこすっては開き、まばたきを何度繰り返してみてもその奇妙な光景が消えることはなかった。ねえタヌキ、この子たち喋った、何とかしてくれない？大タヌキがささやく。しかし放心状態の彼の耳にその言葉は届かない。いきなりとんでもないスタートをするな。やっぱり俺は夢の中に。彼は本気でそう思っていた。そう、夢。夢はなかなか覚めない。そして白い。視界は冷たく白く、どこまでも広がっている。肌に感じている温度との差。その違和感にようやく目を開けた。ここに座ってからどのくらい経っただろうか。そう長くはないはずだった。入場してからほんの1時間。
その間ずっとベンチにじっと座ったまま同じアイスを舐めていた。冷たい。当然だった。ドロドロだった。溶けたバニラアイスは手を伝い膝にこぼれる。冷たい。ズボンの膝に白いアイスがじんわりと染みてくる。しかしやがてその冷たさも広がりきって肌の温度に馴染んでしまう。そのくらい長い時間彼はずっとそこに座っていた。待ち人は来ない。一向に来る様子はなかった。どうして来ないのだろう。わからなかった。どうして僕はここにいる。わからなくなってしまいそうだ。やれやれ。かぶりを振ってため息をついた。濡れたズボンはまだ乾きそうになかった。どうしたの。ふわりと柔らかな気配がして彼女は彼の隣にやってくる。このテーマパークの制服を着ていた。水色のリボンについた白いユニフォーム。どうやら案内係らしい。もしかして迷子かな。ニコニコと彼女は屈託のない笑顔を浮かべていた。友達とはぐれちゃったのかな。結構展開が急やね。とりあえず主人公は海の上に浮かんだテーマパークにいて、さっきのは夢で今誰かを待ってるっていう状態なのかな。うん、待ってるんだ。待ってる？いや、待ってたんだ。待ってた。私を？違うよ。微笑む彼女に顔を覗き込まれて、彼は照れたようにうろたえた。ここで待ってるよ。カリンの彼女は首をかしげる。見るからに待ちぼうけの待ちくたびれな少年。そうだ。突然顔を輝かせ彼女はポンと手を合わせた。ねえねえ、君一人なんでしょ。え、退屈してたんじゃない。レミューの中案内してあげようか。彼女は腕を引っ張る。ここはどうやらレミューというテーマパーク。嫌をなく彼をベンチから立ち上がらせる。 でも待ち合わせが。待ち合わせ？誰と？それは一体誰だったのか。名前がすぐに出てこない。まあ誰だか知らないけど、いつまで経っても来ないならもう待たなくてもいいんじゃない。楽しげに跳ねるように彼女が言う。小さく彼はうなずく。彼女の白い胸元にはネームプレートがひらひらと踊っている。 YOU そう書いてあった。 I am you。 私はうなずく。私は田中。下の名前は YOU。 YOU？ ゆうちゃん。本当はもっと長い名前なんだけどね。長い？そう、果てしなく長い名前だけど、めんどくさいから言うでいいよ。よろしく。よろしくお願いします。勢いよく差し出された彼女の手。よろしくついついその手を握り返してしまう。いつの間にかしっかりと彼女のペースになっていた。握手は少しだけ名残惜しそうに離れる。彼は今までつないでいた自分の手を改めてみた。そこに垂れていたバニラアイスはもうすっかり溶けてなくなっていた。さっきのタヌキに食いついてた女の子、ふと気づくとタヌキたちが列をなして前に進んでいくのが見えた。行く手には密閉式の巨大なゲートがあった。音もなくゲートは開かれ、大たぬき、小たぬき、少女は連なったままその中に入る。ようやく俺の番か。
彼はすぐその後に続いた。よくわかんない。夢と、レミューの一般客用入り口はそこにしかなかった。ゲートには数人の係員が待機していて、訪れる客へ小型のイヤホンのようなものを手渡している。この先ではこのイヤホンを装着しなければならないらしい。なぜこんなことをするのだろう。読めねえな。軽く怪しみながらも指示に従い、彼は建物の内部に足を踏み入れた。天井を見渡す。窓がなかった。よく磨かれた丸い壁の様子からこの部屋が半球状のドームであることがわかる。辺りを見渡す。順番待ちをしていた多くの客がこの部屋へと入ってくる。友達同士、恋人同士、家族連れの姿もある。しかし先ほどのタヌキの一家は離散していた。大タヌキは大勢の客をかき分け、部屋の奥にあるもう一つの扉へと進み出る。少女は小タヌキと一緒にこちら側に佇んでいた。あのタヌキたちは結局なんだかわからんが、ともかくあいつらやっぱりここにはいないな。周囲には彼の見知った顔は見当たらない。すでに奥の扉のエレベーターに乗り開花に行ってしまったのだろう。20分ほど前のことだが、入場待ちをしていた彼の目の前で客が部屋の定員に達してしまったために、一緒に並んでいた友人たちは先にこの部屋に入り、彼だけが一人次回に取り残されることになっていたのだ。やがて静かに入場ゲートが閉じられる。大狸が壁面に据えられたパネルを操作すると部屋が少し暗くなった。皆さんどうもこんにちは。係員が闇の中に浮かぶ。いつの間に現れたのだろう。彼女は派手なドレスを着ている。ほのかな光を放つその姿はやはり夢の中の出来事のように見えた。あれ、反応がないですね。もう一度行きますよ。こんにちは。こんにちは。先ほど小座抜きの尻尾にかすりついていた少女が叫んだ。あ、元気のいい女の子発見。お名前は？ヤカミココです。で、こっちが愛犬のピピ。あれはタヌキではなく犬だったのか。でも普通ペットは持ち込み禁止なはずでは。彼は首をかしげる。ココちゃんはレミューに来たのは何回目かな。うーんとね1,2,3,4,5 今回が初めて。面白い子ね。よく言われます。え？最近ね、友達から超ウケるコメッチを教わったの。それはまた今度ね。どうして？これから皆さんにお伝えしなくちゃいけないことがあるの。そっか、こいちゃしょうがないよね。これ説明書を読まないと話わかんない系か。俺今全然わかんないんだけど。残念だねピッピン。なんか変なテーマパークに来てなんかの紹介を受けてて、この女の子がタヌキじゃなくて犬を連れてるっていう状況。もう早くもついていけない。では改めまして、この度は海洋テーマパークレミューにご来場くださいまして誠にありがとうございます。テーマパークレミュー。これから皆さんにこのテーマパークレミューのご説明と少しだけ注意事項をお知らせいたします。あ、説明してくれるとありがたいですね。そんなのどうでもいいから早く中に入れてよ。私ももちろんすぐにでも皆さんをご案内したいのですが、申し訳ありません。実はどうしても
皆さんにはこの加圧室にとどまっていただく必要があるのです。たった17分間だけです。その間だけどうかお付き合いください。まずこの部屋についてですが、ここは加圧室と申します。これからこの中の空気圧を6気圧まで加圧します。なぜ気圧を上げなければならないのか、理由は後でご説明するとして、その前にひとまず注意事項をお伝えします。海の中なのか。これから気圧の上昇に伴い、皆さんは耳に違和感をお感じになると思います。高い山の上から降りてきた時と同じように気圧が鼓膜を圧迫するからです。ですから耳がちょっと変だなと思われた時には、指で鼻をつまみ口をしっかりと閉じて耳抜きをするようにしてください。それでも耳が治らない場合や体調が悪くなってしまわれた場合には、手を挙げて知らせてくださいね。その時にはすぐに加圧を停止します。ところで耳抜きのやり方がわからない方いらっしゃいませんか。はい、よろしいでしょうか。では加圧を始めます。加圧時間は先ほども申し上げましたように17分間です。その間に皆さんにレミューの構造についてご説明いたします。皆さんもご存知の通り、レミューは海の中に浮かんでいます。海の中に浮かぶ。水深17メートルから51メートルの海の中に。さて図をご覧いただければお分かりになるように、これらは4つの層に分かれた構造をしています。上から順に、うんうん、インゼルヌル、エルストボーグ、絶対覚えらんねえなこういうの、スバイトシュトック、ドリットシュトックと呼ばれていますが、何の何がな、どうやって名付けたんだそれ。1階2階とかってつけた方が絶対覚えるぞ。一般的に言われるグランドフロアから地下3階までのことだとお考えいただいて結構です。インゼルヌルとはここ浮島のことです。洋上に浮かんだ巨大な人工島。インゼルは島、ヌルはゼロという意味のドイツ語です。ドイツ語か。つまりここは地上界、ゼロフロアということになりますね。次にエルストからドリットについてですが、とその時だった。説明に耳を傾けていた彼の背中を不意に誰かが引っ張った。振り向いてみる。全然タヌキじゃないじゃん、犬だどう見ても。そこにいたのはさっき係員とやり取りしていた少女だった。名前は確か、ねえココのコメッチョ気にならない。ああそうだった、この子の名前はココ。懐に抱えているのはペペだったかポポだったか。みんな覚えてますか、犬の名前。え、何が。さっき言おうとしたコメッチョのこと。コメッチョ知らないの、最近流行ってるっしょ。流行ってねえよ。知らないな、そんなの。なんだそれ。アメリカンジョークのことだってば。コメッチョ、コメッチョ。ふん。コメッチョ聞こう。うん、気になるかも。オッケー、じゃあ教えてあげよう。昔ある男が死んだおじいさんの幽霊に向かってこんなことを尋ねたんだ。100万年といったら幽霊にとってどれぐらいの時間なんでしょうか。すると幽霊はこう答えた。100万年といったらわしにとっては1秒みたいなもんだよ。次に男はこんなことを尋ねた。幽霊にとって100万ドルってのはどんなもんなんでしょうか。幽霊は答えた。100万ドル、それは人間の価値で言えば1セントと同じようなものじゃ。その答えを聞いて男はニヤニヤと愛想笑いを浮かべながら最後にこんなことを聞いてみたんだ。おおおじいさん、
しょうか。でね、幽霊は微笑みながらこう言った。ああ、もちろんいいとも。すぐにでもやろう。だが、一秒だけ待ってくれないかな。なるほど。そんな大笑いする話ではなかったけど。どう？とびっきり生かしたジョークでしょ。ところで、この加圧室に入る前に皆さんにイヤホンのようなものをお配りしましたよね。はい、そうです。今皆さんが耳に装着されているそのイヤホンです。これはただのイヤホンではなく音声変換器といいます。レミオの中にはヘリウムガスが充満しているので、この変換器を耳につけていないとアヒルのような声に聞こえてしまうんです。ヘリウムがないと沈んじゃうからかな。彼は試しに温泉変換器を外してみた。周りにいる人たちの声が不思議なトーンに変わっていた。なあ、なんか喋ってみてくれよ。なんかってなんだよその声、すげえ笑える。ココは係員の説明を聞いていなかったようだ。そうだ、さっきの米町もう一回聞かせてくれないか。どうして？いいからいいから。昔ある男が死んだおじいさんの幽霊に向かってこんなことを尋ねたんだ。100万年といったら幽霊にとってどれぐらいの時間なんでしょうか。すると幽霊はこう答えた。彼は温泉変換器を耳に戻すと再び係員の方に視線を向けた。さあ、説明はこれで終わりです。あと1分ほどでこの部屋の脇にあるドアが開きます。ドアの向こうはエレベーターになっていますので、加工すればその先には素晴らしい楽園が広がっています。それでは海洋テーマパークデミューを心ゆくまでお楽しみください。さて、それじゃ行くか。彼はエレベーターへ向かおうとする。ところで、ねえ、一人で来たの？ああ、俺？いや、友達とはぐれちゃってさ。迷子なんだ。ちょっと違うけど、まあ似たようなもんかな。エレベーターを降りたら、そこら辺歩いて探してみるよ。さっきの係の人に相談してみたら？お、それもそうだな。ちょっとすいません。振り返ると、いつの間にか係員は消えていた。今更だけど、このゲームって珍しく。じゃあ君、一人でレミューに来たんだ。二人称で進んでるゲームなんですね。普通こういうゲームって一人称で自分の視点から常に話してる。例えばユーが今ふん、じゃあ君一人でレミューに来たんだっつったら、うん、そうだよ。でもさあ、そっかそっか、主人公は変わってるんだね。鏡込んで彼のズボンの白いシミを拭いていたユウは立ち上がった。珍しいよね、男一人で遊びに来るなんて。さ、そうだ、さっきのたけしとこの少年が多分待ち合わせをしてるんだろうね。ここは楽園、遊園地だったのだ。彼は束の間、そんなことさえも忘れるようになっていた。さっきの二人称の話なんだけど、彼は束の間、そんなことさえも忘れそうになっていたって今画面に出てるけど、普通こういうなんだアドベンチャーゲームみたいなのってこういう時に僕は束の間、そんなことさえも忘れそうになっていたって感じで自分目線で話が進んでくるゲームが多いじゃないですか。そうでもないかな。二人称で進むゲームって珍しいような気がする。
人と一緒に入場しなかったの？わざわざレミューの中で待ち合わせなんて。そんなところで結構時間がいい感じなんで一回区切ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。インターネットで書く読むと検索すると角川が運営する小説投稿サイトが出てきます。ここで私の名前を検索すると私の投稿作が無料で読めます。よろしければご検索ください。ご視聴ありがとうございました。